おはようございます。こんにちは。こんばんは。サロポンです。シャオミの 11T Pro 使ってみて大体1週間ぐらいが経ったわけなんですけれども、結論から言うとですね、こんな素晴らしいスマホ久しぶりです。メイン機種になりました。ということで、ギャラクシー21ウルトラ 5G からの乗り換えなんですけれども、このね、シャオミの 11T Pro がですね、今現在私の中で1位に輝いてしまいました。っていうのもですね、やっぱりカメラ性能すごかったです。それからいろんなアプリとかね、ゲームね、使用していてヌルヌルサクサク動いて全くストレスがなかったんですよね。他のアプリ、アラームやですね、翻訳など使っていても全くストレスなくできるっていうね、この素晴らしい性能なんですけれども、デメリットあったら教えてくださいってね、 YouTube のコメントで来たんですけれども、デメリットがね、ほとんどないわけでございます。ほとんどっていうのはね、1点でデメリットかなっていう思ったところがあるんですけれども、この 120W の充電器でね、充電するんですけれども、 0% から 100% まで約17分でできるんですね。これ非常に優れている点なんですけれども、実際にね、この 11T Pro とね、接続してみたら結構な熱を持つんですよね。それがね、ちょっと危険かなって思ったんで、念には念を込めてですね、私ね、寝てる間は絶対に充電しないで、充電する時間っていうのはですね、例えば出かける前、シャワー浴びてたりするときですね、その間にこの充電器を使って充電するっていう感じですね。はい。で、デメリットがね、この1点しかなかったわけなんですよ。他にね、デメリット感じるところがなかったんですよね。あまりにもこのスマホの性能が良すぎて、ちょっとね、びっくりしてますね。薄さなんかもね、これ見てください。ギャラクシー S21 ウルトラ 5G と比べてもめちゃくちゃ薄いんですよね。薄いし軽いし、お財布携帯はあるし、何でもありなんですよね。カメラ性能よし、今までね、 YouTube の撮影にも使っていたんですけれども、このね、カメラ動画性能も文句なしなんですよね。ここまでいったらね、他に出てくるスマホがね、ちょっと負けてるなっていうね、感じはしたんですよね。今まで使っていたのは Google の Pixel 6なんかも最近使ったんですけれども、 Xiaomi の方が上だなってね、個人的には思うんですよね。そのくらい優れている性能ですね。このね、側面指紋認証なんかも非常に良かったんですよね。今回 Xiaomi の 11T Pro をね、購入してみて素晴らしいですね。あのね、文句なしです。こんなスマホを待っていたっていう感じですね。あの、1回目の動画にですね、写真の性能とか動画の性能ね、上げているんで見てみてください。ちなみにですね、ナイトモードまだ試していないんですけれども、夜の撮影もね、これから試していきたいと思います。その動画をね、また上げますので、お楽しみにお待ちくださいませ。ということで、今回はですね、デメリット上げようと思ったんですけれども、デメリット感じる点がね、ほぼない、しかもね、メイン機種になってしまったということで、ただ充電には気をつけてください。万が一っていうこともあり得るのでね、あの、発熱が気になる方っていらっしゃると思うんですけれども、 120W の充電器を利用するときは必ず起きている時間、17分後に見れる状態をですね、作っていただいて充電していただきたいですね。その点を守っていただければ、あのね、この 120W の充電器非常に使えるので、朝のね、ちょっとした時間に充電するっていうことが可能なので、それで 100% の状態まで持っていけたら非常に時短になるんで、これね、とってもメリットなんで使い続けていきたいと思います。はい、ということで、今回は Xiaomi 11T Pro ですね、1週間ぐらい使い続けてみての感想でした。今現在ね、安いところだとだいたい6万円前後、6万円前半ぐらいかな、で買えるところがたくさんあるんで、値段もね、だんだん徐々に下がってくると思うんで、皆さんもしよかったらですね、買ってみて使ってみてください。こんな素晴らしいスマホね、なかなかないんで、皆さんに使っていただきたいですね。ということで、今回の動画は以上です。高評価ボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。サラポンでした。